立憲民主党が敗北、野党共闘は失敗に。31日に投開票された衆議院選挙において、立憲民主党が13議席を失い、10%以上の議席を失って敗北いたしました。この立憲民主党などのおかしな野党の皆様は、国会などにおいて無責任な死を繰り返し、国民の信頼を失っておりましたが、まあ、さらに共産党と共闘した結果、中道寄りの思想が、 離れたものと思われます。まあ、この立憲民主党と共産党の共闘の結果については、8月に行われた横浜市長選挙の結果を紹介した動画の中で、まあ、簡単にご説明していたんじゃないかと思われますが、衆議院選挙においては、選挙区で立憲民主党の候補者に共産党の票が入っても、比例代表では共産党は共産党に入れるため立憲民主党の票は減り、またさらに立憲民主党は 中道寄りの思想も失うため獲得できる票が全体として減るものと思われますが、まあ、実際に衆院選の結果を見ればそのような状況になっておりますけども立憲民主党にはこのような選挙結果を重く受け止めていただき共産党との共闘関係を見直したりまた これまでの無責任な主張を改め、まずは悪夢の民主党政権についてしっかりと分析を行って、具体的な反省を示していただいたり、今後は反対のための反対、批判のための批判を繰り返すだけではなくて、しっかりと国民のために、日本のためになる具体的な議論や提案を国会などで行っていただくように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。